8時半にあちらに見えます大観覧車と、ランドマークタワーをはじめとしたみなとみらい地区の明かりが消えます。なお本来の朝は、電気を1時間消すのですが、横浜市では安全上8時半から40分までの10分間の消灯になります。皆さんもちびっこスパイダーマンと一緒に10秒前から大きな声で、皆さん大きな声ですよ、大きな声でカウントしてください。はい、そして明かりが消えたところで東日本大震災の被災地に向けて1分間の祈りを捧げます。ということでちびっこスパイダーマン、いいですか、準備大丈夫ですか、皆さんも、はい、9、8、7、一緒に数えるか、6、5、4、3、2、1、ゼロ。おー、ショートお願いします。おー、すごい、クモの巣が。すごいですね、一瞬にしてこの会場が暗くなりました。あの大きな観覧車が消えるだけでもだいぶ印象が違いますね。皆さんどうですか、これだけ電気が消えたみなとみらい。ちょっと今までとは違う雰囲気のみなとみらいを味わっていただいているのではないでしょうか。ちびっこスパイダーマンが準備をしている中で、皆さんにはこの電気の消えたみなとみらいを味わっていただくのと同時に、これから異文化の黙祷を行うのですが、身近なことと地球のこと、そのつながりを静かに考えてください。そして世界の人々が同じ気持ちでいることを思ってください。それでは皆さん準備はいいでしょうか。1分間の黙祷に入らせていただきたいと思います。よろしいですよね。準備大丈夫ですか。では皆様も黙祷の準備をお願いいたします。では1分間の黙祷をさせていただきます。黙祷。ゆっくりと目を開けてください。身近なことと地球のこと、そのつながりをお考えいただけましたでしょうか。